はい、おはようございます。今日はまあ軽く撮影30分ほど遅刻して今日は、なんすか、大会への道と5ぐらいですか。はい、そうですね、はい、よくわかんないですけど、はい、今日の V は肩をやりたいと思います。肩トレ2回目ですね、ヒーロージムでやるのは。そうですね。でも基本的に種目とか変わらないので、まあいつも通りな感じでやりたいと思います。はい、お願いします。お願いします。今日ジムの筋密度が高いですね。そうですね。平日のお昼のマッチョが続いてますね。なかなかレベルの高いマッチョたちが。ストラップは、はい、どうなったら新しいのになるっていうのはあるんですか？切れたらですかね。どうかこう買い時難しいですよね。なんか今新品っていうか、あの新しい目のやつ使うとホールド感と違うと思うんですよ。はいはい、これに慣れちゃうとなんか、あ、こんなもんかみたいな感じなんで、買い時難しいですよね。でちょっとあれですね、あの新しいの買った時はちょっとギュッて伸ばしてやれさせてから乾燥機2回ぐらいかけて、うん、そうですね、ちょっと伸ばしてから馴染ませて、そっから馴染ませてから前回の胸のパンクは好評でしたね。好評でしたね。雨宿りトレーニング。
足も。うわ、来ましたね。昆虫みたいな質感がマジでそんななんかこのカブトムシとその辺のなんかこう光沢といいバキバキ感といいなんかもう甲虫のようなあほらはい。
今これ外れてなかったらラスト一発いけるこれがまさに替え時なんじゃないですか。いやマジックテープが効いてないっていう替え時っすね